皆さん、こんにちは。処理みチャンネルの司法です。はい、ということで、今回はですね、今回は、年末の大掃除をしていきまーす。で、見てください、お部屋、こちら。全部モザイクがけでお願いしてるんですけど、ガッて汚い。マジで汚い。本当に汚い。ということで、今回は、大掃除をやっていきまーす。ソファーに乗ってたものとか、あと床見てたものとか全部綺麗になりました。素晴らしい。まあ、見えてない。日付またいでますけどね。見えてない、ね、見えてない部分も本棚とか、はい、机、はい、もう全部綺麗にして、はい、断捨離して綺麗になりました。はい。じゃあちょっとね、これだけじゃちょっとわかんないと思うんで。ね、ちょっと一周してみますか。はい。はい、ということで、紹介していきます。どうします？じゃあこっち奥から行ってみる。あ、ちょっとこれすいません。三脚は許してください。置きっぱなし。はい。まあこの辺は変わってないよね。まあギター。三脚、うん、ギターですね。ちょっとこの辺汚いけどね。ギターのピックとか、楽譜、はい、とかが置いてあります。まあ、週一でね、一応練習してるのでね、一応やってるんですよ。弾けないことはない、うん、弾けるんだけど、ちょっと、まあ、下手っていうか、うん、で、ソファーですね。ソファー、あ、これこの前ね、サンキューマートで買ったやつ。そう、かわいいでしょ。ちょっとお部屋に合っててそれ、うん、ペラペラだから。そうだね、なんか自立しないの。ああ、じゃあ下に置いといたわ。ここにこうかなみたいな、うん、感じですね。はい、ここはね、今回はソファーですか。なんかベッドだったりソファーだったりできるので。うちはソファー派なんです。あ、そうなのね。ただ荷物が多いとベッドになるんです。最悪やん。はい、じゃあ次行きましょう。はい、あ、でもこの辺ちょっとね、まあでもわかんないね。まあ、とりあえずちょっとここ制服とかかかってるんですけど、まあワイシャツはわかんないでしょ。ちょっとモザイクしかけた。はい、で下にワゴンがあるんですけど、ワゴンはもうやばいですね。ワゴンは使っていくうちに汚くなるんで。確かに。もう整理してません。はい、ここもね、まあ、ちょっと前に片したばっかなんだけどね。汚い。じ
で、スーツケースがちょっと今臨時で、はい、これね、もうすぐね、修学旅行行くんで、うん、ちょっと出してます、はい、だからいつもはないと思う、多分奥に入ってるんだけど、はい、もう修学旅行なんです私、はい、はい、ということで、まあ、置いてますね、うん、はい、で次机、机もちょっと変わったんですかね、ちょっと変わった、この辺は一緒だけど、この辺は一緒だけど、あのサンキューマートで買ったものが結構あって、え、これは何、これでいいの、あ、チューリップは花瓶なので、あ、ここにこういう感じで花瓶で飾る予定なのね、そうだから花瓶買ったら花瓶刺すんだけど、じゃあちょっとここに刺しとくか、そう、それまではちょっとそういう形になっちゃうみたいな、あ、さあ、いいね、いいね、それまではこんな感じで、こんな感じで、これ前ね紹介したやつですね、そうですね、まあ、ティッシュとかは変わってないですね、うん、あ、加湿器が2台も、これも加湿器、加湿器、そう、加湿器です、加湿器ついてないっていうね、で、この辺が、はい、鏡と、あと、これね、イケアの、そう、イケアの、あれ前壊れたって言ってなかったっけ、そう、壊れてたと思うんだけど、なんかついたはい、まあ、シンプルな感じになった、なったって感じだね、そう、だから、はい、夏とかはあんまり加湿しないから、うん、この白い使うの使ってない、このパンダは何ですか、ね、それね、シーンで、前、あの、帽子買った時に、はいはいはい、帽子につけれますよって言ったのに、ピンセットみたいなのが取れちゃって、うん、帽子につかなくなっちゃったのよ、あー、なるほどね、だから その時のパンダが残ってたから、はい、飛び出してたら可愛いんじゃねみたいなって思いついて、はい、ました、そう、パンダですよね、かわいい、ちらかちゃん、はい、じゃあ次はこの辺、この辺やってない、汚いかもしれない、この辺はちょっとまだね、これ何って思うかもしれない、石川海人さんですなんで石川海人さんが好きなのはいいけど、なんでこの写真なんだっていう、ほんと疑問系だよね、疑問しかわからない、可愛いですよ可愛いんだね、でここはまあ普通で、はいはい、でここはこんな感じ、まあこれスピーカーです ね、 スピーカーね、音楽とか聞くとき、これ前サンキューマートで買ったんだけど、ちょっとね、あの線がね、つなげなくて、でなんかゴミ箱が今回これになったのね、そう、ゴミ箱これになったの、わかるかな、なんかこのビニールでポイすぐ捨てられる、そうそうそう、まあ、それが一番いいかもね、あなたはね、だからこれ、あ、そう、前までこれゴミ箱だったんだけど、これやっぱね、この開ける作業がちょっとね、ズボラな人にはね無理かもしれない、本当に面倒くさくて、そうね、だから物入れにしようかな、ちょっと今これ保留でここに置いたまま、でこっちはちょっとあんま、あの、あ、教材ですね、今リックとか入ってるから冬休みだから、学校からね教材をね持って帰ってきて、そこに今ちょっと見えないように奥に置いてあるの で、ね、ここはちょっと写さないでおきます、名前とかあるし、そうね、そう、これ持って帰っちゃうから学校に、ね、でもあとは通知表とか、 あと本、うんうんうん、本が3冊あったり、その辺は何映さない方がいいの？ここならいい。ここなら、まあこんな感じ。こんな感じ。これ通知表だから。そうね。通知表。まあでも、別にこの辺は変わってないよね。変わってない。こう棚があって、そう、下もボックスだしね。うん、変わってない、変わってない。こんな感じです。で、ここに鏡。はい、全身、一応全身が映る鏡。まあ普段こっち側に持ってきて使ってたりするんだけど、今ちょっとここに収めてる感じね。変わんないときはここにしようかな。じゃあ、あなたの大好きな空間こんな感じで、今はこんな感じ、前ね、なんか撮ったもんね、撮ったよね、こんな感じです、多分ね、だいぶ変わった、だいぶ増えた、だいぶ増えたよね、だいぶ増えたと思う、なんかね、前回喋った時は、うん、このあの辺があの空白だ、空白、うん、なんかなかったり、下もなかったりしたの、うん、全部ほぼ埋まってるし、そうなんね、こっちもね、今までね、2列だったの、うん、今回3列だからまあでも細かくはちょっとね、今回は紹介しないんですけど、さっとね、まあ上から順番に移していきましょう。ちょっとね、あのね、この辺はさっきまでね、漫画読んでたからね、ちょっと汚いかもしれない。この辺は恋愛小説みたいな。あ、恋愛漫画ね。恋愛漫画。こっちは恋愛少女漫画系言ってますね。はい、で、こんな感じ、はい。ちょっとここに段ボール挟まってるけど。あ、これあの、フィギュアの。フィギュアの。これをどうするか迷ってここに入れたみたいな感じね。これ入らなくなっちゃった。なんかぴったり入ってたからいいかな。で、前はここはヒロアカだったんですよ。そう、それがね、最近はガラリと変わりましたね。そう、一気にあの、コナンとか、うん、あの、内田裕和さんですね。はいはいはい。この辺ね、一番くじで当てた。そうなんですね。こんな感じです。あ、怪盗キッドさんとかこっちに移動したのね。あ、でもここに前、いたんだよね。まあ、これはこれでよかったけどね。そう。
この辺は全く変わってないですね。変わってないね。うん、で、この辺も変わってないし、テレビがあって、また誰も変わってないです。変わってないですね。で、まあテーブルはこの辺で。はい。で、まあ一周です。一周でした。まあ、ここさっき掃除してるとこ撮ったのが三脚。はい、ちょっと今曲がってるけど。はい、こんな感じ？もう一周した？一周した。もうこんな感じかな？うん、一周しました。まあこんな感じです。あとはまあベッドね。ベッドはもう汚いので、そのままスルーします。あとね、ウォークインもちょっと汚いので、ここもまあ障害できない。掃除中ですね。はい、ということで以上、はい、年明けのお掃除でした。年末から年明け、本当今実は今日は1月元旦そうですね、1月1日でございます。そうなんです、みんな明けましておめでとうございます。めっちゃ年明けに撮ってるというね。まあでもね、維持してもらわないとね。はい、マジ汚いからね。見ましたよね、あの最初の頃の部屋。やばいよね。やばいですよね、あれ。モザイクかかってると思うけど、マジやばい。いや、でも一部モザイクかかんない。やばい、本当やばい。ね、せっかくこんなね、広いお部屋にね、いられるんだから、綺麗にね、していてほしいですよね、本当に。本当にさ、私さ、物をしまうことができない人で。うん、だから一個出したらすぐ片さないとね。だから聞いてさっきメイクしたの。うん。片付けて。ああそうだ、最初だけなんだよね、でもね、そう、あのなんか急いでる時にどうできるかよね、どこまでできるか、服とか脱ぎっぱの、そう、なんか私毎回ファッションショーするから、うん、でもしてもいいんだよ別に、だけどその後片付ければいいの、寝る前に一回リセットすればいいんじゃない、うん、寝る前にあちょっと汚いからこれだけ片して寝ようとか、それだけでもだいぶ違うと思うし、そういう、そういう努力をして、主婦だってそうなんだよ。寝る前にちょっとキッチンリセットしようとか、きれい。ママはしないけど。ママはしないんですけど、ママは夜はしない派なので、朝なんですけど。朝なの？でも、朝でも別にいいんじゃない？その人がさ、いつ？ああ、そうね。ママはほら、外に働きに行ってないから、昼間、しーちゃんたちがいない時の静かな家で、きれいにするのが好き。夜はなんかもうゆったりしたいタイプなんで。うち夜だ。はい。まあ、それぞれね。それは自分のさ、生活リズムに合わせて、やればいいだろうし。ね、まあ。とりあえずね、維持が大事です。維持します。はい。宣言。今年は維持します。はい。はい。どうですかね。結構いいんじゃない？私的にはやっぱ本棚が最近充実してきたから、すごい好き。ね、本棚がね、うん、埋まってきたのだいぶ、あとここにやったのいいだし、ここもちょっと入るなんかさ、こっち側だけこうやって撮ってればさ、めちゃくちゃなんかピンクだしさ、女の子っていう部屋なんだけどさ、こっち側にこうさ一回りしただけでさ、うーわーってなるよね。もうちょっとねちょっとなんかね、ちょっとなんかうんっていうね。まあ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 や、そういう時もある。そうだから最近ね、友達呼んでないわ。そうね。そう。でもみんな分かってるでしょ、やっぱり。だよね、分かってるよね。うん、だって動画にも漫画出してるしね。ね。クリスマスプレゼントも去年も今年も全部漫画だったし。漫画だしね。常に漫画だしね、なんかね最近は。だよね。うん。ね。ただ学校で出してないの私。いやだって学校ではみんながあ何 YouTube の話題とか避けてくれてて、あなたも喋んないからでしょ別に。そう本当にみんな。でもみんな知ってると思うよ。知ってるかな。うん。知ってるか。先生だってね、知ってる人は知ってるし。ああ知ってる。みんな言わないでくれてるだけであって。ね、本当に。それは知ってるでしょ。らしいよね。まあでも最近はね本当に。あんまり動画もほんと撮れてなくて、あげれてなかったから、うん、まあそれもあるけどね、うん。うん。まあショートばっかりで。はい。ということで、以上、年明けのお掃除でした。まあ年明けっていうより掃除したのは年末だけどね。年末か。年末の大お掃除でした。はい。ということで、それでは、バイバーイ。